皆様、春らんまん、日本の文化である着物によります和の文化をお楽しみいただけましたでしょうか。上野桜フェスタの着物ショーもそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。最後に各美京都着物学院院長兼銀座校校長高橋優子よりご挨拶をさせていただきます。皆様こんにちは、本日は、この桜の開花宣言も出まして、この素晴らしい青空のもと作美京都着物学院着物ショー皆様と共に、楽しんでまいりましたけれども、いかがでしたでしょうか。楽しかったでしょうか。はい、ありがとうございます。この桜の季節は着物の季節でもございます。私ども博美京都着物学院も今年は55周年を迎え、この日本の伝統文化であります、振袖、そして今日の訪問着、色無地、着物の数々をご覧いただいておりますが、この日本の大事な伝統文化を守って、参りたいと思いますし、日本のみならずまた世界の方々に見ていただきましてご理解をいただきたいと思っております。本日は、こうして、上野の、着物桜フェスタに参りましたけれども、本当に久しぶりで、5年ぶりのショーとなります。これからもまた皆さんの前でまた楽しい素晴らしい着物姿をご覧にいただけたらと思いますので、どうぞまた2部もございますのでお楽しみいただきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。せっかくの機会ですので着物ショーを華やかに演出していただきくださいましたモデルの皆様の撮影の時間を取らさせていただきます。どうぞ皆様お写真をお撮りください。 Please feel free to take picture now. ありがとうございます。
そろそろ写真撮影を終了させていただきます。ありがとうございました。 Thank you for coming 上野桜フェスティバル today。以上をもちまして上野桜フェスタ着物ショーを終了させていただきます。本日は誠にありがとうございました。本日は16時から再度着物ショーを開催させていただきます。お時間がございましたらぜひ。